立ち上がるということで、ヤプシーの皆さんに、ヤプシー実行委員だった皆さんに来ていただきます。お願いします。拍手。スポンサードで行っております。ボケてというサービス、ありがとうございます。ボケてというサービスはパールで動いておりまして、パール、そしてパールコミュニティの皆さんの力なくしては、生まれなかったサービスです。その感謝の気持ちを込めて、今年スポンサーさせていただきました。それではですね、早速、登壇ゲストの方を紹介させていただきたいと思います。いきます。はじめに初彦宮川さんです。どうぞ。続きまして吉上武さんです。続きまして竜星岸井さんです。続きまになっているの で、それをやっぱりイベントで使うときはですね、お願いしないといけないということで、オライリージャパン渡りさん経由でお願いしてですね、ちゃんと精神許可をもらったという経緯があります。ただちょっとですね、使用条件は結構厳しくて、T シャツだけ OK っていう形でもらったので、厳密にするとウェブサイトとかには実はこのロゴを使ってなくて、で、まあ、翌年以降ちょっと面倒があったので、別のロゴを作成する。マテダに影響しない富士山とか東京タワーとかをちょっと使っていたというのが昔の経緯になります。スカイツリーはでも県じゃないないですね。スカイツリーって書いてないですからね。書いてないです。これはコンセッションの人が勝手に書いたんだけど。そうそう。これだってあくまで T シャツのロゴの紹介なだけであって、ね、別にオリラクダだってね、T シャツのロゴの紹介ですもんね。いやでもまあパールに関連するところでラクダを使うと一応オラヤギに飛んでいけないんですけど、まあ、僕は当時そのルールをちょっと厳密に考えすぎてたら嫌いもありますけど、まあ、基本的に、まあ、やっちゃって文句言われたら謝ればいいっていう気はしますよね。そうですね、コードを書くのに許可はいらないという名言もありますからね。でもね、ロゴは許可いるんですよ。はい、そうです。これなんかこう、はい、全体的に日本とか東京をモチーフにしてる風ですけど、一応テーマはそうですよね。違うのが1個2個ありますけどね。あ、2010年、マキさんですからね。大仏って書いてますね。あれマキさんですか。マキさんです。ネットワークとかなんか全然、あ、ネットワークじゃなくて、DNA ですよ、あれ。うん、螺旋状モデルだ。そうです、そうです。これからもパールやるぜみたいな。計画の DNA みたいな。そうです、そうです。ゲームじゃない。今年は何ですか。俺はね、炎じゃなくてね、本当はね、フェニックスとかね、そういう感じの。あれだ、みこしの上のやつだ。大鳥、大鳥。ああ。フェニックス。これちなみにですね、10年間やってきたわけですけども、まあ、ずらっと2006年からちゃんと数字が並んでるんで便利なんですけども、2006年に
参加してたっていう方手挙げてみてください。少ない少ない、じゃあお決まりですけども、今年初めてだっていう方を。おー、どんどん人が循環していくんですね。いや、なんかこう2006年来た人って言って全員手が上がったらどうしようって言って振り返る必要ない。そうそうそう、全員だったらやめましょうって言ってたら、あれもう1本とかないですか。いや、これしかないです。で、早速次に行かないと時間がないので参りますが、このヤプシ10年間、2006年から15年で本当にいろんな日程、いろんな場所で行われてきました。これについて竹澤さんからでいいですか。はい、そうですね、最初ですね、会場を借りるときにですね、なぜか大田区産業プラザ PIO というところでやったんですけど、これ大田区民だと安く借りれるっていうルールがあって、実は大田区に住んでる宮本さんという人にですね、会場担当をお願いして、実はその2割程度安く費用を抑えたという経緯があります。それで、そうですね、こうできるだけ最初どのぐらい人集まるか分かんなくて、多分250人想定でチケット販売したんですけど、数日でできてちゃって、まあ、それで結構大変だった記憶があります。時期的なところはなんか春から秋になったんですよね。それは僕は、はい、2008年から2009年、それは5月から10月になったんですね。そう、すごい辛い引き継ぎをした後にですね、なんだかな、これ東工大ですね、東工大でいつもお世話になっていた教授のところに話しに行って、いろいろお国の話したら、そこしか開かないみたいなことを言われて、春先は無理だと、初夏とか言われたので、しょうがなく秋に移動したという感じですね。で、そしたらその後はもう、どんなにその頑張って準備をしても、10月やった後でいきなり4月無理なんで、それはもう1年ずつ上げてって、まあ、大体こんな感じになってるっていう、ね。徐々に遅れてる感じですね。そうそう、少しずつね。はい、そう、あれですね、商業的な施設というか、民間の施設でやったののザ・ボールっていうのと、ビッグサイトだけなんですかね。まあそうですけど、厳密に言えば過去3年ぐらいも、まあ、大学ではあるけれども、施設自体はちゃんと、うん、ビジネスをしているところですね。はい、はい、次のスライドいきましょう。はい、最初入場者数の、推移ということで、微妙にちょっと違うところがありますが、基本的に右肩上がりという形になっていまして、これさ、2009年にさ、ドロップがあったのさ、秘密にしたいって言わなかったね。もう今だから言えるけど、この年は俺すごい頑張って誰も言わない人にこんなところで暴露されると思わなかった。すごいですね、2010からすごい伸びてるなっていうイメージあると思うんですけど、まあそこから私帰ってたんですけど、見方がすごいじゃないですか。まずは今年は2000、今目安でとりあえず2000人という形で入れさせてもらってるんですけども、はい、入場者数2000人はどうなんですか。別に秘密じゃないんですけど、クロージングで言うから言いたくないっていう、いい感じで、はいはいはい、それはラストで楽しみにさせていただいております。そしてスポンサー数の推移ですね、これも初期は6社だったのが今で47社という規模になっているところですね。でこれも47社っていうのは多分これ話した段階で、はい、あとちょこちょこ増えていて、実はメディアスポンサーとか技術協賛も含めると60人いるという。おお、さっき僕もカウントしました。という形でですね、まあ、これが10年間ヤプシーがどういうふうに成長していったかということなんですけども、まあ、改めてやっぱりヤプシーってすごいねということでまとめさせていただきます。で次に、出来事から振り返るヤプシーということで、ここからまたゲストの皆さんにフリートークで、年度ごとに話していただければと思います。最初、ヤプシーアジア東京が始まった年ですね、2006年。でここは宮川さん、谷沢さんが、実行委員長的役割をしていただいて始まったということですけども、お二人でぜひお話をしていただければと思います。はい、宮川さん、なんでヤプシーアジアを東京でやろうと思ったんですか。この年やろうと思ったというか、2005年に台湾でヤプシー大会というイベントがあったんですよ。多分3月か4月ぐらいだと思うんですけど、
それに初めて行って、なかなか面白いなと思って、で初日か2日目かなんかにスピーカーディナーみたいなのがあったんですね。そこで話した時に、来年東京でやってくれってみんなに言われたので、ああ、なるほどと思って、次の日、自分のトークだったから、最後のスライドのところに、来年やりますって書いて、来年はそんなとかしなかったですけど、まあ、言っちゃえばやってることになるかなと思って、それでやって、でそこからまあ結構時間が経った、多分秋ぐらいに、竹迫さんとか直江さんとか、あとラリーマタリさんとかとビッグオフをしてやりましょうかでもすごい宮山さんもなんかアメリカ行っちゃったその時はまだ行ってなくて、行くでも出張はほとんど年の半分出張みたいな感じだったんですけど2005年の時点ではまだ行ってた日本に住んでました、うん、2006年これやって半年後ぐらいに引っ越した感じですね。その時なんか実行委員会ってほとんどやった記憶がないんですけど実行委員会っていうか最初に会ってミーティングしてそこから多分僕は一回も会ってないような気がしますけど、ね、実行委員長って何なんですか。なんか当日の朝全員集まってよろしくみたいなそんなだった気もするんですけどちょっと覚えてないんでねちょっとフライングしていいですかね。いいですか、この話聞いたでしょ。僕の受けた引き継ぎはこうですよ。はい、どうぞ。あと会場の無線LAN問題があって、まあ、今はですね、ホームさんみたいなです、ね、プロフェッショナルの人が来たんですけど、まあ、当時ですね、有線LANは、まあ、来てたんですけど、それを250人ぐらいの会場の人にですね、分けるという時に、家庭用のブドローバンドルーターをですね、こう何台か置いただけで、まあ、ほとんど人繋がらなかったんで、まあ、結構それでですね、まあ、結構参加者みたいなご迷惑をおかけしたかなと思います、ね。当時はテザリングとかできる端末もなかったですかね。そうですね、まだ IMAX の試験とかも AU の研究所でやったぐらい LED とかも全然ないしなかったところですね、うん、あとですね、ヤプシーって皆さん普通に発音してますけどこの当時はですね、どう発音するかっていうのがいわゆる踏み絵になってて YAPC アジアなのかなと思ったら、では宮間さんはヤプシーエジアアジアじゃなくてエジアエジアですよね。はい、そうです。なんかなんだっけ、ウォールのところの人がヤプシーアジアだとツイートしてくださいってずっと言ってましたけど、アジアでいいですよね。発音の宮川さんから正式な発音をちょっと聞きたいな。正式っていうか、まあなんかそれっぽい発音をお願いします。いや、いいです。パスシーパンモジュールのシーパンなんて発音するか、スイーパン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 、だからやっぱシーパンギャップでしょっていう人がいる。そうですね。いまだにいますよ、ツイート見てると。じゃあ2007年。そうですね。2007年。2007年は津田ホールという会場に繋がったんですけども、そこでですね、ジョン万次郎っていう懇親会のお店を使ったんですが、そこで初めてですね、J コード PM のさっきのダンさんと、あと、歌代さん、J コード PM のさっきの歌代さんが初めて会ったっていうことで、そういうのがあった、うん、今まで会ったことが、なんか全くなかったんだろう。なんか、全然知らなかったと思います。これなんか、ネタがさっきのキャベツすごい。あまり記憶がないですね。そうですね。で、それまでは、実行にもつながりでスポンサーとかをですね、何々やってたので、最初6社って言ってましたけど、まあ、募集とかってことをしなくて、ね、そうですね、予算のあれもあったんで、あ、これ、あと出るのかな、分かんないけど、あんまりこう、売り上げを次の年に持ち越したくないっていう、事情がありまして、まあ、2006年もそうですね、小山さんが会計をしてくれたんですけども、組織というのはなかったんで、売り上げが上がってしまうと小山さんが税金を払わなきゃいけないというで、2006年は確か20万ぐらい黒字になったんですけど、15万円ぐらいをパールファンデーションに寄付して、で、まあ、これはシカ PM の上の財産を使ったりしましたね。こんな感じですね。で、初めて、まあ、大々的にスポンサー募集を始めたのはこのぐらいからという感じです、ね、これは4月にやったんですけど、雪が降ったんですよね、確か。テールもなんとか強烈に覚えてます、はい、2008年ですね。そうですね、これも小山さんのご存知の件ですね。話したんですね。アクティブステーツさんっていうあの会社ですけど、カナダですね。カナダ、ごめんなさい、カナダ
会社で、そうですね、海外の企業が初めてスポンサードがあったのかなと思います。アクティブパールの、そうです、アクティブパールの開発元というか、メンテナンスをしている会社です。まあ、基本的にいくつか問い合わせとかは多分2006年、7年にもあったと思うんですけど、まあ、同じお金をもらうにしても、海外から送金してもらったりするのは、はっきり言って手間なんで、あんまり受けないようにしてたんですけども、まあ、海外からのスピーカーも来るし、まあ、注目されているっていうので、まあ、好意だけ受け取るっていう形でやりました、ね。これ、東工大ですよね。そうそう。僕、確か初めて参加したらヤプシーなんですけども、この芝生餃子っていうのをすごい強烈に覚えてて、ツイッター見てると、餃子カンファレンス始まるよみたいなことが流れてきてて、そういった雰囲気とかっていうのはあった。結構ね、やりたい放題でしたね。ヤクルトさんがスポンサーでカップラーメン配ったりとか、お湯の配給で行列が見たとか。ね、カップラーメン確か余って、大学の子になんか押し付けてましたよね。あのラーメン食べるとめっちゃ眠くなる。大丈夫みたいな言い方しないでください。そのネタを思い出しました。ただなんかその宮川さんがいつも紫色の何かを口につけてるとか、うん、それもなんかいろいろとグッズになったりとか。ああ、そうですね。そうそう。だから東工大は会場が3個建物が最大であったんですよね。うん、移動が非常に大変。そうですね。社民記念館と大ホールと、あと西8号館、全然よく覚えてない。あれ、フェライト書いてあったフェライト会議室も借りて、前夜祭が借りて、そうそう、あ、移動がちょっと大変でね。しかも、大ホールの階段がこけやすいっていう。こけるなよっていう感じですね。まあ、東工大はこの後7年も使わせていただいてるんですよね。それが最初そうですね、はい。11までですかね、確か。そして次の2009年になると、主催が、そう、ネタがいっぱいで、JPA に変わるというすごいなんですけど、そのあたりの、なんか、なぜ JPA なのかっていうことも含めて。いや、JPA の話は、2008年の、スタッフ打ち上げで、どっかのインディアン料理に、インド料理に行った時まで何も一言も言ってなかったんですよ。でも、小山さんとの発表とか見たりしてて、僕もその時当時会社経営してたから、これつれえなと思って見てて、じゃあ俺なんかやってもいいかなと思ったらもう決定事項になっていて、まあ、やらざるを得なくなったと。まあ、その後ちょっといろいろ水面下で活動して、2008年の年末ぐらいに JPA を、ちゃんと法人登記したっていう感じですね。うん、で、まあ、なんだろう。お金の使い方をいろいろ考えようと思って、いろいろやってましたね。それはやっぱりお金の管理っていう意味合いで、法人作った方が、お金と契約ですね。契約、先ほど話してましたけど、同行代で階段でこける人がいると、それに対する保険をかけるかなと、誰が契約するのって問題なんですけど、なるほどなるほど、まあ、こける人は1人だけなんですけどね。あの辺の。で、それで契約とかはやっぱり JPA とか法人がないとできないので、そういう形にしたって感じです。うん、でも個人的にはね、本当に一番つらかったのは当日熱を出したことですね。参加者の人は多分気づいてなかったけど、僕38度の熱でずっとうーってなっててつらかった。はい、カメラマンの八木さんとか CD の小林さんとかっていうのは、ああカメラ、このカメラ、そう、これの準備をしてるときに全くその、その引き継ぎがですね、もう俺たちはミーティング1回で終わったよという引き継ぎだったんで、スポンサーとの名簿とか、そんな話何もないわけですよ。で、行くときに、もうつらくてつらくてしょうがなかったですね。とか、JPA の時からも、どういうイベントなのか説明できないんですよ、手元に何もないから。だから、俺、これ続けるんだったら、写真ないとつらいっていうことが分かって、それでもう、カメラマンを紹介してもらって、先行投資というか、来年以降のために、やった感じですね。まあ、デザイナーさんはその当時の付き合いで、お願いしたという感じで、小林さんという方を、その時から今年までずっとお願いしてます。はい。八木さんも多分皆さんね、会場で見てますよ。カメラ1本持ったおじさんがね、時々前にカシャッと。あと、アシスタントも。そう、今年から2カメなんですよ。上と下でね。そう、今まで1人だったんですね。そうです、そうです。広い会場を八木さんがでっかいカメラ2台担いでバーッて走ってるっていうのが、これとか東工大だから、そうです、そうです、でも3つ30分のセッション
最初の10分やってよろしくみたいな。そう、さっきちょっと話したんですけど、あの時めっちゃ大変でした。言ってました。あとこのね、下から2番目のアクトのフランスは多分これ、ね、年が違うんじゃないかなと思う。いや、これ僕は最後にアクトを使った年です。だから2008年に、はい、フランス大始めたんじゃないですか。ああ、なるほど。まあ、そうですね。2008年に、このアクトっていうのは、まあ、知らない人の方が大半だと思うんですけども、世界中のヤップシーとかパールワークショップで使われている、イベント運営システム CMS があるんですね。でそこを使うメリットとしては、まあ、海外の他のヤップシーに1回行ったことある人はもうアカウントがすでにできてて、あのクレジットカード情報とかも使えるんでそのままできるっていう感じだったんですよ。だけど、僕が機能をちょっと追加したかったのと、あと何だっけ、クレジットカードのペイメントがアメリカとヨーロッパしか使えられないで日本で使うにはペイパルでやらなきゃいけなくて、そのゲートウェイシステムがちゃんと動かないんで直しに行ったっていう感じで、それは多分予算出してもらって僕がフランスに行って作者の家で泊まって直したんです。2008年それやってましたね。これ参加する人のなんか国名とかいろいろ調査する PM とか取れたんで、東京情報はすごくそうなんです。海外から来る人にとっては、まあ、慣れてるし、どういう人が参加するのか、まあ、事前に分かるんで、まあ、いいっていうのもありますけども、まあ、個人的な意見だとちょっとアクトのデザインテンプレートが古かったりとか、ちょっとね、使いづらかったりもするんで、まあまあ、良し悪しではありますね。実際ね、ペイパルの対応とかは、チケット販売開始してから動かなくなったんですよ。確かに。デモの時はデモでしかやらないんで、本番決済とは違うパスポートじゃないですか、ここが。で、本番やったら通んなくて、小山さんに、メッセで、なんか取んないんですけどっていろいろデバッグしたら、確かペイパルの URL を呼び出すところのなんかドットの意思がずれてたんですよ。そんな感じで、でもそれは多分、ね、3時間ぐらい気づいて直したんでよかったんですけど、あれが失敗してたらチケット販売ができないっていうことになる感じでした。今思い出しました。はい、次は2010年ということで、あ、ついに来た。C さんコメント。いやいやいや、ありがとうございます。ね、何 GFX って誰 ?GFX。これ入れる必要あったんですか。気がするだもんね。気がする。確定じゃない。されてる。この年だっけ。なるほど。まだ年は分かんない。僕、2010から2013まで4回私担当してるんですけど、最近ですね、10年前と半年前の記憶がごっちゃになるので、あんま覚えてないんですよね。何回目のって言われても、ただ東工大で2回やったんですけど、すごいその会場感が遠いのと、あと天気にすごい左右されるのと、スタッフ、今でこそね、こういう備え付けでやってますけど、金沢とか新潟の業者から、でっかいね、プロジェクターとモニターをレンタルして、でそれを会場で受け取って、みんなでああって立てるというのをやって、すごい男の仕事が当時すごく多かったですよね。はい、うん、懐かしい。同じことをテアダウンの時もしたんやですね。そうです、そうです、そうです。なので、設営と撤収にすごい時間がかかったのを覚えてますね。というか、もともと私、そういう流れで言うと、エンジニアの方がこうやってやってきたんですけど、マキさんがちょっと次はもうちょっとどうにか体制改善と続けられないって話があって、今ちょっと機会があって、私が、まあ、私エンジニアじゃないんですけど、まあ入って、でまあ今回の FC でもいろんな企画あると思うんですけど、そのいろんな企画を始め出したのは割とこの年ぐらいからですよね。そうですね。で東工大2010年やって、でまた次の年も東工大なんですよ。でここあー、リジェクトしたらここか。そうなんですよ。で最初2010年にやって、まあ、大体はこんなもんかと思って、でマキさんがいつもタイムテーブルをどう組むかで悩んでて、いやそんなに辛いならタイムラッチタイムリジェクトしちゃいましょうって僕は言って、したらめちゃめちゃ怒られて、アンチタイムずっと接しますね。そう、アンチタイムリジェクトの意味は分かんないかもしれないですね。ああそうそう、そう、だから朝10時とかに始まって、10時のコマ、11時のコマ、12時のコマ、1時のコマ、2時のコマ、6時ぐらいまでずーっと沸騰して、今日とかも一応1時間休憩がね、ちゃんとあるんですよ、明示的に。この時間に飯を食えとか、スポンサーで
で弁当を出すからそれを送れみたいなのがあったんですけど、この時リジェクトしちゃったら、なんか、まあ、だからその見なくてもいいやっていう時間に好き好きで食べてくる。そうです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 。ところが皆さん真面目なのでずっと見てるんですね。そうです。お腹すいたみたいな、すごいツイート目覚めてる。お腹すいたみたいな、ほんとにお腹すいたみたいな。それ結構全般的に言いますよね。いや本当になんか、自分がどうしてそんなにトークを聞きたがるのか。初めて来た人が多いと思うんで、全部ね、そうそう、金払った分全部見ようっていう気持ちはまあものすごく、やっぱりトーク見るのは素人ですね。前夜祭で皆さんトーク聞いてるところで廊下で、まあ、ここら辺とかでギャギャ笑ってたら、バーッと走ってきて静かにしてくださいって言われて、俺の視点でヤプシーとは違うと思って。そうです、そうです。海外のヤプシーとかだとね、行ったことあるかとか、まあ、何かやると思うんですけど、もう半分くらいの人が外で話してるんじゃないかなっていう感じですね。そうです。人気あるトークとか、キーノートとか、ライトニングトークとか、そういうのは、まあ、そうです、決まりますけど、はい、まあ、やっぱり1年に1回そういういろんなとこから集まってきて話すっていうのも重要なイベントの一つなんで、うん、まあ、トークだけがヤプシーじゃないっていうね、とこありますよね。そうですね。でこの時にその連邦支援制度っていうので、トークから来る人に、まあ、やっぱり関東の人しか参加できないのよくないってことで、地方から参加する人に旅費を補助するみたいなやつをやったりとか、トラブルでね、あ、そうそうそう、峰本さんとか、一番広い70周年記念会でしたっけ、はい、で、マイクが動かなくなっちゃって、どうしようって言ってて、切り替えるのがもう無理だから、ちょっと休憩しますかって言ったら、やりますって言われて、やりますの意味が分からんなと思ったら、すっげえ笑い声で、あ、これだーって言って、ちゃんとね、聞こえてたって言って、終わったらすっごい汗だくで、申し訳なかったな。なんか隣のバンドサークルから暗号かけてきたみたいな話じゃなかったでしたっけ？それ前じゃないですか？なんか僕は知らないですね。僕も知らないな。え？本当に本当に引き継ぎっていうのは一切ないです。いやいや、俺の時じゃないですよ。本当ですか？僕2010年ちょっと戻るんですけど、2010年やるって時になって、じゃあ引き継ぎみたいな資料的なものってあるんですかって、マキさん2009年やってるので、2009かやってるのを聞いたら、そんなものはないって言われたので、ですよねって言って、まあね、明示的な引き継ぎっていうのは分かんないんですけど、一応その2008年までの資料は、はい、ベースキャンプ、そうですね、サーティセムシグナルズが落ちたベースキャンプ、はい、でそれ2010年なんて欲しかったです。マジでやってんじゃん、マジで今知りました。僕はそのメーリングリストのアーカイブとベースキャンプが、まあ、なんかトランスファーされてるものだと勝手に思ってて、俺ベースキャンプ見たことないと思います。ベースキャンプにあるんですよ。あれで全部入ってましたね。まあ、全部というかその、うん、コミュニケーションが全部入っていた感じ。メールは多少見ました。ベースキャンプは見た記憶がない。そうそう、ベースキャンプにはなんかその記憶系が、ちなみにこの中ベースキャンプって知らない人って結構いるんですか？でも今はベースキャンプまだありますよ。そうですね、うん、ルビロンレイルズの元ですよね、ですね。なんかプロジェクトエッジが作ったやつで。そうそうそう。メーリングリストとか、最近は使ってないですね、メーリングリスト。最近のことは知らないんですけど。メーリングリストは、あれですね、その、なんだろう、外部とのやり取りを蓄積するに置いてますけど、それ同行ではしないです。中では完全にスラックです。じゃあ、次の年に行きますね。2012年ですね。場所が移りました、東京大学。あ、ちょっと待ってもらっていいですか？あ、ちょっと待ちます、ね。僕、2010と2011、東工大でやったんですけど。仕込んでる。それ持ってた、持ってた。はい、お世話になったんで、東工大の T シャツを。探したらもうなくて、買ってきました。そう、あの時はなんか黒字にしようで東京大学帰ってたんですけど、平日行って買ってきました。2012年ですね。はいはいはい、東大覚えてます。そうですよ、担当がすげえ可愛かったっす。そうそうそう、はい、まあね、武者観光っていう椿山荘とか経営されてるところが、そのイベントの管理というか設備の管理をしていて、建物自体は東大の中にあるっていう、まあちょっと特殊な感じだったんですよ。でその武者観光の担当の人は結構
綺麗な人で良かったなそんな感想しかないちなみに昨日の懇親会も藤田監督です。あ、そうなんですか。飯はうまいと評判、評判の、はい、なるほど、寿司はうまいでしたね。なるほど。この年はエルティソンが良かった年ですよね。あー、宇津原さんのね、宇津原さんが、宇津原劇場が、こういうあの部屋の横にポコッとスペースがあったんで、これなんかできねえかなと思って、じゃあなんかこうね、青空会場じゃないけど、あのちゃんと仕切られてないんだけど人座れるからプロジェクターを置いて、うん、とりあえず LT やっちゃえみたいなことをやってましたね。あの LT を続けるっていう LT さんやってましたね。すごいあのガン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 動いてましたね。これはライトニングトークマラソンみたいな。マラソン、そう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 、そう、ライトニングトークって LT ってね、今すごいメジャーなんですけど、もともとヤプシー発祥だって皆さん知ってました。おお、あの、ジャパンアメリカのなんですよ。で、あの、2002年でしたっけ。ですね、2000年ですね。2000年 CMA、はい、CMA、はい、で、そこで、まあ、初めてそういう5分でやるってライトニングトークって始まって、で、その半年後ぐらいのラプシー、2001年のジェットアナザーズビーファールカンファレンス1901っていうイベントがあって、ああ、ヤプシーゼロと呼ばれてるやつですね。それでやったのが初めてだと思います。で、結構ね、出て高橋正義さんが高橋メソッドを開発したのそこだった、おお、すげえ。当時はなんかあの PC で IE、HTML でテキストを書いていて、でも IE のスクロールボタンを押すときにちゃんとこう画面が1枚ずつスクロールするように開業派のところで完成するっていうのを最後までやってたっていうのを、そう、LT っていうかライトニングトークであのウィキペディアを見るとね、あのラプシーって書いてるんですよね。今だとね、あのテクニカルなね、よくありますけど、うん、で、なんだっけ、あー、この辺からちょっとあの人数が増え始めて、はいはいはい、ちょっとちゃんとキャパシティプランにしないとザーっていう感じがするので、この時から東大ってあの一つの建物の中で全部完結するから、あの八木さん、あのカメラマンさんに今年は一つの建物ですよって言ったらめちゃめちゃ喜んでて、マジっすか、いいんですか、キャラクターいいんですか、安くしてもらえるからそれはありがたいですよみたいな話をしました。あとごっちゃの地帯解消ってやりましたね。あー、ありましたね。あれ、ルビー会からパクったんですね。そうです、あの、個人スポンサーもルビー会からパクってるあの、お立ちもらってみんなでランチ食べて、あ、そうです、そうです、これはみんなであの一人で行きたい人がどうやって楽しんだらいいかわかんないというか、ランチでどっちになってる人たくさんいたので、まあ、ランチタイムでじくとした俺が言うのもあるんですけどなのでここで優しさを見せたって感じですかねはい、で、あの、ランダムでくじ引いてもらって同じ組になった人はこっちからいくらかあげるから来週何時でねっていうのをこの頃やりましたね。ちょっと次の年ですね、はい、2013年これは慶応大学への奨学金ですね。そうですね、これはあのちょっと入り口を間違えたんですけど、普通に借りてやったら結構担当のおばちゃんがここ必要にワークしてきてですねあそこにこれを貼るなとかこれをやめろとかあそこに人立たせるなみたいなめちゃめちゃ言われて、2日間僕がずっとマックされてたというすごい辛いイベントだったんですけどありましたね。なんだ、個人スポンサーでお守り作った、あ、作りましたね。あ、作りましたね。あと大きかったのは昆布じゃん。あ、昆布ね、そうそうそうですよ、昆布さんね。これは何だっけ、カンファレンスカンファレンスっていう、勉強会みたいなのがあった時に僕が行って、ジャノグの、田島さんという方とお話をしてたら、なんか協力してもらえないかと口説き落とす形になって、その年はまだ昆布じゃなかった名前は。これが後に昆布にしたんですよね。そうそうそう、じゃなかった昆布になる母体がその時結成されて、ネットワークを作ってたんですね。そうですね、この会場の今回のネットワークの会場を無線 LAN を飛ばしてくれている、そうです、有志の団体ですよね。そうですね、グリーンスポンサーっていうのはもっと前、2012年ぐらいからこの前の年からやったんです。2012からやってて、で、まあ、いろんなものを出したいねって言ってて、お守り作って、あの風中祈願ってあのバグが出ないようにっていうで、あれ実はちょっと仕掛けがあって、中に
どうしても困ったら中を開けてくださいって言って渡してねって言ってスタッフにはやってもらったんですけど、でそれ開けた方います？ああ、1名だけちょっとグッときました、イラッとしました。あー、ああー、すごい。どうしても困ったら開けてねっつって開けて出てきた紙にはシャットザファックアップって書いてます。困ってるっつってんのいいからボードかけっていう。これ多分面白いと思うんで、やったらそうですか、2年経ってまだ開けてる人そんなにいないのに、ネタバレしちゃったらすいません。あと賞を飾りましたね。皆さん覚えてますかね、一行入魂とかこう書があったんですけど、いや、あれはマキさんがどういう内容にしようかっていうのをすげえ悩みましたね。悩みましたね。なんか、監視みたいなものを適当に考えるという、そうそうすごいつながった。で、書体を変えて同じ人に3つ書いてもらったっていうのがあって、どうしたんですか？うちの奥さんに書いてもらったんですけど、すいません、うちの奥さんに書いてもらったんですけど、本当にね、書の、紙、後ろに貼る紙とかも全部こだわってきっちり作って、で、いざ持ってったら、その例の必要にマークしてくるおばちゃんが、絶対貼るなって言い始めて、何よ、壁に貼るな、じゃあどうしてるのがいいのって言って、それこれ面白い。そう、で、困って、駅前に無印良品入ってるんですよ。なんかねえかなと思ったら、カラーボックス売ってて、でカラーボックス3つ買ってきて、組み立てて、乗せて、そこにかけたっていう。パッと見でかかってるんですよ、ちゃんと。そういうのはありましたね。激しい道を抱くじゃないですか。そうですね。あとは八王子弁も嫌ってる。ああ、嫌ってはいないですね。嫌ってもいない。これ別にいけないな。これ、嫌ってないですよ、好きです。じゃあ次のお年、2014年。あ、ユースケベさん。ユースケベさんですね。これなんでやることになったんですか？いや、これ、まあ、2013年に話が遡り、マシキさん、クシさん引退宣言という、なんですかね、事件というか、出来事が大事となりまして、まあ、それを受けて続けたいということでやってみて、まあ大変だったんで、今回はマキさんがやってるという、そういう結果になってたんですけど、僕はね、あの時はね、感動したんですよ、夜中にね、電話がかかってきてね、ちょっと大事な話があるんですけど、いいですかって言って。小一時間いろいろ相談して、あ、やってくれるんだ、ありがとうってなって、僕はこれで安泰だと思ったのに。まあそうですね。で、散々前回、その先ほど話出たように同じ共生会という会場なんですけども、そのまあね、その運営の共生会を運営している人たちがいろいろうるさく言うから、特にネットワークに関してっていうことを、もう何回もなんか多分牛井さん、マキさん、3回ずつくらいずっと言われてるんで、どうしようかなということで、これはちゃんと慶応側とに協賛してもらったっていうので、僕は何も怒られずに済んだっていうのが良かったです。そうなんですね。僕さっき入り口間違ったって言いますけど、建物側の管理をしているところから真正面に入ってはいけないんですよ、大学って。大学ってヒエラルキーがちゃんとあって、教授が偉いんですよ。で、教授がよろしくって言うと現場は頑張るみたいな、まあそういう感じなので、これちゃんと教授から入ったってことなんですよね。そうです、加藤教授から入ったってことなんですよね。ちなみに東工大は奥村教授という方がパールの研究されている研究室があって、でそこの教授が OK って言ってくれたから、いろいろ無茶もできたっていうのがあったので、もし皆さん大学借りたいなと思ったら、教授をいかに責めるかっていうのを考えた方がいいです。まあ、その教授がのところにいるスタッフ。そうですね。そうです、そうです。そういう意味では慶応でしたもんね。僕もともとあそこの教生館を借りてる大学院の一番偉い人の先生に教わったことがあったりとかして、はいはいはい、すごい有利だったんですよ。だから、まあ規模は大きくなるだろうかもしれないけども、教生館でやろうっていう実績もあるしということでやりましたね。そこへの奥村先生のところもスタッフで、そうですね、佐藤さんが学生時代とかにいて、ああ、そうなんですか。佐藤さんがいた後に久保さんがいて、鳥居君がいて、鳥居君がいて、今もバックやってますよね。そうですね、ありましたね。
で、まあ、あとはハブを貸し切る、リクルーターさんがよかったですね、これあのね、スポンサードしてくれて無限じゃないけど、ビールがたくさん飲んでたんですけど今年はちょっと、そういう場所がないいや、本当ですよ若干不安ですけど突然のミス突然のミス時間ないんで、じゃあ、すいません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 、はい、お、2015年、はい、今年あ、確かでも、今振り返るのもなんかっていう話早いですよ、やってますよ、はいただまあ、事前情報というか、もう事実として、トラックがもう5トラックになったりとか、会場がそもそもビッグサイトだとか、そういう。そうですね、5トラックないと2000人入らないですよね。あだって一番大きいのは1000人ですから。ここは何人ですか？ここはね、250。おあのただし、ここが結構スペースあるので、多分入る220かな、それ。あで、タッチビルも250ぐらいですか。そう昨日今日懇親会行ったんですけど、めちゃめちゃでかかったですね。あそこは、あのスペックキャパシティ的には700あります。で、そこに600人入れてます。そうですね、結構いろいろありまして、はい。あの、その、ほら、KO ですごい混み込みだったじゃないですか。あれの教訓がありまして。なので、多少スペースもそこそこ。こういう感じがありましたね。もう、あの、なんですか、満員電車であの飯食ってみたいな感じ。なるほど。そうですね、じゃあ、これあんまり話すことないですけど、はい、あ、よかったです。これで、時間どうなるかなと思ったんですけども、質疑応答にできるだけ時間を残したいなということで、これちょっと行きたいですね。あ、それ行きたいですか。これちょっと行きたいです。あの、お世話になった人、ちょっといろいろいるので、あ、ぜひぜひ、じゃあお願いします。はい、僕的には、誰がいいかな。長山さん。長山さんって皆さん知ってますか。いた、いた、いた。ヤプシーの運営というか、あの懇親会を全部任されてて、ああ、とりあえず50人入りたい、長山みたいな感じになると、何ですか、セッティングをしてくれてる素晴らしい幹事なんです。幹事マンって呼ばれてそうです、幹事マンって呼ばれてて、であのエンジニアの幹事マンといえば彼なので、僕は実は長山さんみたいになりたくて、イベントとかこういうふうに手伝うようになったので、長山さんにはすごいちょっと、いろんな気持ちを抱いてます。顔も似てるし、最近。そうなんです。どんどん顔が回してどういう影響なのかな。あとフィギュアスのデザインとか。あ、そう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 。それとかね、長山さんデザインなんですよね。あ、そうなんですか。今あの京都でいろいろデザインっていう会社やってるけど、はい、あの今 20% オンで受けます。宮川さんどうですか。結構リスト、そのお世話になった人リストって実はこっちに出てるんですけど。そうですね。でも一人だけ。竹澤さんじゃないですかね。おおなんだ、イチャイチャしてるぞ。さっきのやつだと2007年、2008年はあの僕はほとんど関わってないんですね。形上僕がオーガナイザーってことになってたと思うんですけど、2007年にアメリカ引っ越しちゃったんで、うん、僕はなんかやりますって言って、あとは全部竹澤さんがやってるだけ。なんか時々メールが来て、この週は日本にいるので、今見てメールましょうみたいな、あれそうでした。でも大体決まるのは1週間前とかなんでね、うん、そうそう、そんな感じでしたよね。竹澤さんどうですか。そうそうですね、巻こうとしてますけど、ね、いや、めちゃ、まあ、最初初期の頃はですね、いろんな人に助けてもらって、まあ、あとはデザインの上野坊やさんとかも、ね、うん、最初の年の T シャツとかで、最初の全部なので、役者の中で一番センスがいいっていう評判があるのあ、そうそう、他の役者になってってことですよね、うん、そうですね、当時の2006年とか、うん、ダン・ゴーガイさんとか初期はすごい、ね、そうですね、まあ、海外のゲストが来た時に投資をもらったりとか、あ、ハッカソンをやったりとかして、うんうん、日本でハッカソンやり始めたのは西エージアとか、そう先駆けですね、サッカーとか今ってハッカソンっていうとなんか、ね、企業主体でって感じですけど、当時だとカンファレンスの前後とかでみんなせっかく集まってるからみんなでこうとかこうやるみたいな、うん、そういうのだったのを僕が海外で経験して、あ、これ日本でやろうかなって言って、うん、やったんですよ。だから僕は最近こう、昨日の懇親会とかでも、あ、リビルド聞いてますみたいな感じで、なんかリビルドの人みたいになってますよ。違うんですか？僕のやつやってる人だと思うんですか？今はそうなのかもしれないですけども、僕の原点的には。なるほど。マキさんは、まあ、
一人って言えないと思う。いや、あ、でも一人に、タイプの中で言うと、あの僕実は多分僕が唯一の、過去10回すべての役者に関わってきたと思うんですけど、はいはい、その次に長くやってる人が、あの並木さんという方がいまして、はい、並木さん、あのね、多分皆さん、全然見られないところでいつもやってくれてるんで、あの、わからないんですけど、そういう方も今、支えられてるということで、ちょっとお礼を言いたいなと思いますね。うん、毎年毎年ね、はたと気づくとね、スタッフも嬉しい人いるんですよ。で、静かに、地味な作業をやってくれるという、うん、ありがたい存在です。そういう方がいっぱいいるんで、はい、もっといろんな人に支えられてる、そうですね、はい、なんで俺が知ってるの次行きますか。はい、ちょっと時間的にあと15分のなんですけども、質疑応答をここで取って、はい、多めにいろんな人から話をして、ね、例えば誰々さんにこういうこと聞きたいとか、先ほどのトピックリストで、はい、例えば漏れたものとかの話を聞きたいとか、はい、そういった質問ある方がいれば、はい、手を挙げてどん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 聞いてくれてるとありがたいです。最後から動画は切るので大丈夫です。いや、あの最悪そういうオーダーもできるはずです。もしくしないよ。やらない、やらない、やらないですよ。どなたがいらっしゃいますかね。質問。はい。おなんだよ、仕込みみたいな。長山さん。はい。それぞれの方にお聞きしたいんですけども、あの一番過去の役者で一番印象に残っているトークをすると、まあ、もちろんご自身でも構わないんですけども、それあの一度こちらで質問を受けないといけないようなので前の関係上もう一度繰り返しますね。あのそれぞれの役者で皆さんが印象に一番残っていることを各皆さんお答えください。僕はですね、2006年最初立ち上げた時にオードリー・ターンの翻訳をしたんですね。で彼女のスライドはめちゃめちゃ教養がないと訳せなくて、例えばエルディッシングっていう英語の単語があって、でもそんな辞書を聞いてもないんですよ。まあ、それはあの数学者のエルビッシュの人のことで、あのいろんな人の研究をサポートしていったっていう人なんですけど、私はそのエルビッシュになりたいと思っていて、まあ、それすごくですね、あの勉強になったと思います。それはすごく一番思ってます。僕でいいですか。2011だったと思うんですけど、昨日と宮川さん、あのザ・テイル・オブ・ブラックっていう動画あったんですけど、その中でコミュニティの話をされてて、あの、串井さんありがとうって言われたので、それが一番嬉しかったです。ごめんなさい、僕ちょっと技術のことあんまり詳しくないので、はい、まあ、それはやっぱり今も、まあ、振り返ると4年前なんですけど、すごいいいトークだったな。で、あれ見た人たくさんいると思うんですけど、あれやっぱコミュニティをこうどう支えるみたいな、どう続けていくみたいな話で、いろんな人がこうモチベーションだったんじゃないかなと思って、いいトークだったなと思います。1個選ぶっていうのはすごい難しいんですけどね。でもまあ、一番最初の年に、キーノートをしてもらった松本さんと、ラリーボール、まあ、今年と同じなんですけども、その時にまあ、見たトークも良かったし、初日にその後、なんか、この人会、鎌田のミーハオっていう、ありましたね。状態にぎゅうぎゅう詰めでやったんですけど、なんか、すごいいろんな、その当時は僕 の、 あのスタートアップとかにいて、いろんなパールを使ってる企業の人が全然関係ない、まあ、競合相手みたいな感じなんだけど、みんなでなりようと写真撮ったりとかして、そういうのが楽しかったので、そういうのが一番思いに残ってますね。僕は基本的にトップ見てないんですよ。いや、まあ上やってると見れないですよ、ね。そう、なんで、僕の見てるトップは LT だけなんですね。で、その中で言うと僕は竹迫さんのマインスイーパーを特化させてたんですね。あれが僕はすごく、あの一応持ってて、いまだに海外でヤプシーエージェを紹介するときはあれ持ってきます。そう、あれめっちゃいいですよね。最後ラリーが出てきます。そうそう、ヤプシーエージェのその LP のなんか質がインフレしちゃってるんで、ね、あれは作ったら竹里さんのせいですよね。LP は本当に面白くて、僕は一つ選ぶならあのダメ人間さんっていう、ダメじゃない人間がいるんですけど、まあ、ダメなんですよ、あれに。あの草とパールっていうワールっていう言葉を作っちゃったっていう話がすごく面白かったんで、ググって YouTube 見てください。他に質問がある方いますね。
知らなくて。皆さんに質問なんですけれど、こういう集まりって、なんかだんだん長くやってると人は集まらなくなってって されていってしまうように感じるんですけれど、いや、マジでよ、マジでよ、めっちゃよ、いや、不思議で、すごいこういうふうに爆発的になんか大きくなっていくのを感じてたんですけれど、なんか秘訣とかってあるんですかね。もう一回、すみません、繰り返します。はい、いや、不思議が、人が集まっていくような、求心力を持つような秘訣っていうのは何かあるのかという質問ですけども、まあ、あんま時間ないんで、誰か言いたい人がいればっていう感じなんですけど、秘訣っていうか、まあ、負けを知りたいみたいな感じですかね。どうやったら話そうができるのか。嘘です。いや、でもやっぱり、ね、新しい人をどんどん入れるっていうことなんだと思うんですよ、僕は。そうですね、そのための施策を常にしていくって話だけど、ね、だ結局、僕がやった中での一番良かった施策は、法人化をして、次年以降の投資をできるようにして、なおかつその中で、マルチメディア、あるいは写真とかの投資をし始めたところが、僕は一番良かったと思います。なぜかといえば、記録に残り、次に次へどんどんやっていけるっていうのが多かったんですね。だから、皆さんも写真見たでしょ、ヤクシーの去年とかの、どういう感じだったのかって。あれって、ビジュアルでイメージ伝えるのがすごい強くて、そういうものを残していって、どん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 広げていくっていうのが、まあ、一つ良かった施策かなと思いますね。ありがとうございます。他に質問ある方、いらっしゃい。は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 い。アールドイベントなんかいろんな言語のものを許容してるんですけど、それは昔から。ヤプシーが、今だと、パールという冠がついているものの他の言語を許容していると。それは果たして昔からなのかということなんですけども、それはちょっと武田佐藤さん、宮川さんあたりから。そうですね、2006年はその松本さんも基調講演でお呼びしてましたし、高橋さんもお呼びしてますね。あと、リジェクトコンフっていうのが、Ruby カンファレンスとかであったっていうのを聞いて、で、ヤプシーでもちょっとやろうっていうことで、まあ、結構ですね、パールって使ってる会社がどんどん減ってきていて、人口も減っているので、新しい言語に、ね、手を出す人が増えてきて、その JavaScript とか、まあ、なんか新しい、データベースとか、あとノーエスケールとかいろんなものが出てきて、でもそういう発表が増えてきているけれども、やっぱりそれでどうしても応募が外れたものっていうのを前夜祭とかでこうやろうっていうのが2008年ぐらいの東京大でやったのが初めて で、それでやっぱりその前夜祭の方が面白いとか、なんかビール勝手に来てるとかそういうのがあって、むしろそういうのの方がいいのかなっていうので、結構お祭り的になっていくというのもあるかもしれないですね。そういう土壌のところで引き継いだので、まあ、基本的にまず許容してくれる土壌があって、でまあ、最初はもう躍進なんでパールカンファレンスをやろうとしたんですけど、なんか自分の仕事でもそうなんですけど、もうパールだけで終わる、まあ、パール変えらず、そのパールの言語の部分、他の言語に変えてもいいんですけど、それだけで終わる仕事ってどん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 少なくなっていって、結局いろんなものを組み合わせて使ってるから、面白いトークを集めようとすると、なんか切り口一個だけにすると、あまり集まらないんですよね。まあ、尖ったものも集まりますけど、なんか一面的なというか、だから割とそれを、まあ、土壌はもともとあったんですが、意識的にやり始めたのは、まあ、それこそ2010年、11年あたりからやり始めて、なんか13年ぐらいになってくるとそれが当たり前になってきたんで、割とその流れで来た感じですね。はい、海外のヤプシーとかだとこういう流れっていうのはちょっとないんですよね。ないですね。ないですね。まあ、なんというか、パール自身の話が多かったりする。そうですね。パール自身だったり、自分の作ったモジュールの紹介だったり、そういうトークが、まあ、主流ですね。まあ、それはそれで、そういう人たちが集まって、という需要があればいいと思うんですけども、次の年、どんどん参加する人を増やしていくっていう意味だと、なかなか、難しいものがあるかもしれないので、まあ、そこは意識して、他の人も参加しやすい、アクセシブルなイベントにしていく必要があると思うので、まあ、そういう意味でも、パール以外のトークだったり、パール以外の言語のトークだったり、その言語のレベルではない、レイヤーの話だったり、そういうところが
増えていくっていうのはそういうのがあるのかなと思います。はい、まだまだ話したい、質問したい方いるかもしれませんが、そうそう時間なので、ここでマイクをパンマンに渡します。え打ち合わせしたいってな。始まりのところは非常にさ、肩にこだわって、そんな準備いるってこと、すみません、手を挙げてくださいとかね、リアクションを聞いてましたあのあとですね、5分になるんですが、本当にヤプシンのイベントをですね、自己委員長的に関わるというのは、そのプライベートから結構捧げる部分がたくさんあったと思います。で、この10年間で、中心的に、支えていただいた方たちは、こちらにいらっしゃる5名ということで、そしてあの会場の来場者の皆さん、スポーツさんの皆さんの協力があって、まあ、ここまで大きくなったということなんですけれども、最後あと5分しかないんですが、皆様から一言ずつ、最後に何か言いたいことっていう、まあ、ざっくりしたことなんですけれども、ヤプシンについて、まあ、感謝の気持ちでもいいですし、まあ、自分がやってどうだったかとか、何か最後に一言伝えたいことがあれば、一言ずついただいて、締めさせていただければと思います。分かると思いますね。若い方から言った方がいいんじゃないですか。UCLA さんから言った方がいい。どんどん宮川さんのハードルを上げてる。最後混乱して英語で話し出したい。話したいですね。僕は、2008年から本当参加させていただいて、なんかまあこのキャプシーの熱気とか好きで、自分だと2008年から初っ端から発表して、LT したらなんかすげえよくできたなって思ったら、真面目すぎるって言われて、すごい笑、LT は笑いを取るもんなんだよって言われて、あ、本当そうなんですね。なんかいろいろそういうカルチャーがどんどん分かっていって、本当ね、マジレスとか怖いですけども、マジレス数とか増えても全然いい場所なのがすごくあったかいなと思いまして、大好きなんで、今回最後ということですけども、一旦区切りということで、ね、なんかまた違う機会で皆さんと会えると思うんで、ということですかね。はい、最後かどうか本当は分かんないですけどね。今日の車中で何かあるんですけど、ちょっと覚えられないですけど。だから、クロージング30分取ってあって、長えなと。なんか発表あんのかなと。まあいいです。あと残り3分で、はい、よろしくお願いします。串井さん、串井さん。あ、僕でいいですか。え、俺言いたいことはないですか。まあ、俺黒字になるんで。あ、はい。あの、僕はですね、私やった時、多分1000人ぐらいお集めいただいたイベントだったんですけど、まあ、まずはたくさんの人に支えられて、本当にそれはありがとうございますということなんですけど、私もいきなりそういう大きいイベントできたわけじゃなくて、小さい、飲み会とか、勉強会からイベントのノウハウを蓄積してきてるので、皆さんもぜひですね、勉強会とかぜひ率先して、主催というか、監視というか、やっていただければ、まあ、もっともっと技術的なものって増えていくと思うので、そんなに難しいことないので、ぜひ開催していってもらえればなと思っています。それではお願いします。そうですね。で、僕はですね、やっぱ CX やって初めて国際的なカンファレンスの運営をやったんですけど、まあ、イベント運営も初めてで、やってですね、結構そのやっぱ CX に育てられたっていうのがあるので、本当に感謝しています。で、まあ、東京は今回最後なんですけど、まあ、来年度、東京以外でもね、やっぱ CX やってもいいのかなと思うので、まあ、東京以外でも、例えば沖縄とか台北とか、フィリピンとか、そういうところでやってもいいってことであれば、まあ、ちょっと僕もですね、なんかやってもいいかなというのを今思います。突然の来年やる宣言じゃないですか、それ。まあ、あまりにはちなみに、そのヤプシーエージェントで、ヤプシーという幹部自体は別に商標とかあるわけじゃないんで、やりたいけどいいんですよ。好きにやっていいんですよ。ヤプシー那覇はしましょうよ。やりますか。やりますか。那覇は最悪手伝いますよ。残り1です。やりがとうございます。はい。そうですね、さっき言いましたけど、なんだろう。まあ、僕のね、ルーツがファールコミュニティだと思っているんで、まあ、こういう場所、僕今1年3回か4回ぐらい日本帰ってきてるんですけど、まあ、1回は必ずこのね、ヤプシーに来るようになって、まあ、すごい、なんか同窓会みたいな感じになってるんで、まあ、そういうのは
このイベントじゃなくてもそういう場所は戻っていってほしいなと思うし、まあ、10年間こういう場所を提供してもらったのは、まあ、いろんな手伝ってもらった人に伝えるためにありがたいなと思います。ありがとうございます。以上でですね、パルヤプシアルですね、ヤプシアル終了となります。登壇ゲストの皆様に皆様大きな拍手をお願いいたします。